首が痛い。首で。これでも痛い。痛い。おーと痛いですね。うっ。あ、そうほとんど痛いですね。はい。体どうして。こんにちは、松本です。あちもです。あけしての河合です。和歌山王子こと梅本です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。和歌山だけに梅なんですね。そうですね。和歌山だけに梅。本当ですかそれ。その首本当ですか。首が痛い。首で。首が痛い。ということで。はい。首がもともとでも良くないらしいですよ。あ、もともとちょっと首が悪い、ね。そうなんです。もともと柔道をしてまして、うん、それで痛めたことがあって、うん、やっぱりそれからどうも痛みがあって、うん、痛い時とマシになる時とずっと繰り返してる感じです。繰り返し、慢性的に痛いような感じですね。そうですね。わかりました、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松尾田道中記。もうちょっと検査からしていきますね。どういう時に首は痛いとかっていうのはありますか？特にこの3日前ぐらいから寝違えたような感じで首から背中にかけても痛いです。首から背中にかけて痛いですね。はい。はい、右向けと痛いですか？いいか見てみよう。はい。あ、これでも、これでも痛い。痛いです。左。左手がマシですね。はい。王子。あれ？王子結構悪いですね。はい、いや、まあ、苦労人ですから。右の方が痛いです。右が、右向いた時に右が痛いですね。そうですね。そうですね。はい、左の方は痛くない。左の方は痛みはない。ないですね。ただ、こっちの方が動きは悪いですね。おー、うん、はい。まず、左が行きますね。はい。ああ硬いですね。左はちょっと、ね。肘も怪我されたんですか？はい。骨折してます。骨折されたんですね。はい。で、手術してます。あ、手術されたんですね。まあ、肩はまだそんなに動きとしては悪くないですね。はい。うん、どっちかというとこっち側の方が、こっちは肩痛いです。上がらないですね。今、うん、はい。全体的にもう背骨がガチガチなんですけど、押されるだけで痛いです。今のだけで痛いです。そしたらこれでもう一度お顔だけ右向けて痛い。どうぞ。これ今向いた時、最初と比べて痛みどうですか？少しマシです。少し動かしやすいですね、はい、ちょっとお腹を押さえますね。はい。骨折したんですね。脱臼骨折でしたね。で、その後手術してます。あれですか、いろは丸事件の時ですね。お、いろは丸、みんなポカンとしてました。ちょっと和歌山県で起こったあの事件です。和歌山県で紀州藩の時代だね。紀州藩のいろは丸とその当時の龍馬たちが乗せた船が事故ったやつ。痛いですね。痛いですね。これでもう一度お顔だけ右向けてみましょうか。あ、でも向きやすくはなってるんですけど、痛みはあります。残ってる。はい。髪文字ボロボロですね。ボロボロですね。足の長さ確認していきますね。はい、うん、右足長くて左足短い状態ですね。でお顔だけどちらか横向けてください。はい。そうすると足の長さを逆転します。今度反対向きますね。これも逆転しますね。うん、へー、うん、OK です。じゃあ今度は上向きになってください。今この状態だと右足がつま先が短い状態ですね、はい、顎をねぐっと上に突き出してください。ピンと外に出てきますね。戻して今度は顎をぐっと引いてください。こそずれると、うん、もう一回顎を突き出してください。で顎を突き出していくとね、ちょっとずつこう揃ってくるんで、顎を突き出すと楽ですね。うん、へえ。軽く顎を引いた状態で、でこっちの足を上に思いっきり持ち上げてみてください。はい、せーの、グッと下ろします。こっち側グッ、全くこの力入ってないんですね。右側ですか？どっちもですね。いいですか？はい、思いっきり上げてみてください。せーの、あ、はい、せーの、いや、いや、これちょっとやってもらえない。これ、いや、これね、右全然動かない。浮かない。どうぞ。はい、いきますよ。はい、いや、痛いね。痛い。じゃあ今度、この状態で顎を先ほどみたいにグッと突き出してください。じゃあこれでもう一度、じゃあ左足から上げましょうか。思いっきりです。はい、いきます。おお、じゃあ行きます。おお、さっきよりは力入ります、ね、うん、はい、はい、うん、入ってます。っていうか左結構強くなりましたね。はい、顎がスイッチになってるんですか？
顎顎カチャン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 は斜め左向いてください左、はい、はい。それで顎をちょっと突き出しますね。あらでこれでもう一度こっちの足上げましょう。おーおーおーこっち側グーお、だいぶいいですね。じゃあ、僕はもう実にその体勢でいたら斜め45度左顎つくずっとこう合う人合う人だからえ何があるんですかって誰とも目合うで、今度斜め45度で顎上げますね、うん、OK、これもう一度左足上げましょう。グーいいですね、こっち側、うん、こっち弱いですね、うん、っていうことは、右側の首の前側が詰まってるんですね。頭と首の付け根、後頭骨と関椎っていうところですね。こう付け根のところの前側、ここが詰まっていることによって脳からの神経伝達がうまく伝わってない状態。なるほど。うん、なるので足にあんだけ力が入ってなかったんですね。うん、全然入ってないですね。で、体の痛みとか歪みを治すのってやっぱ全部脳なんで最終的には。で、脳からの命令っていうのがしっかり体に伝わっていないと、やっぱり回復力っていうのが上がってこないので痛みっていうのが取り切れない、はい、ところですね。わかりますね。右斜め前向いた時にこれはね動くんですよ。今動きますね、はい、今度の左これが動かないの分かりますか。止まりますね。ここがで、ここの関椎後頭関節っていうところがもう全てをもう支配しているので一回ちょっと立ってもらって重心のチェックしましょうか。腰が痛い。痛い、ね、ボロボロがやん。では腰の動きから確認しますね、はい、体後ろに倒してみてください。いけるところまで全然倒れてます。全然ですか。倒れてます。いや倒れてない。全然これ目いっぱいです。はい、ね、OK、戻してから一応前側行きましょうか。はい、本気出してもいいんですか。本気出してもいい。硬っ。嘘でしょ。これ以上いかないです。本気出してそれ本気結構硬いですよ。はい、OK です。はい、痛い痛い。全部が痛い。真下にグッと押さえるのでお腹突き出さない。もうダメ。もうほら次は本気出ないように。はい、頑張ります。いきますよ。はい、いきますよ。いきますよ。せーの。いやいやいや、無理無理無理。じゃあいきますか。せーの。マジっすよ、これ。これはトロフィー飛んでくるぜ。行きますよ。いや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 まるでからですね、こう見ると頭が少しこっちにこう向いてるんですね。で、まっすぐに戻しますね。ま、はい、っすぐ、ここがまっすぐなんですよ。これちょっと違和感ですね。うん、はい、もう脳がここがまっすぐだと間違って認識してしまってるんで、はい、ここに正しい位置にね戻してあげないといけないので、でこの関節後頭関節ね、ここの調整をまずしますね。で後頭骨をね調整します。グーおお、なかなかびっくり。だー、力ね。はい、これでだいぶさっきよりも大きくなってますね。で、もう少しちょっとマッスルエナジー使って緩めていくので、出たマッスルエナジー、うん。この状態で僕の右手を押し返すようなイメージで頭を真上に持ち上げてください。一、はい、二、三、そうです。もう一度、一、二、三、力抜いて。最後、1、2、3、力できます。 OK です。マッスルエナジー、エナジー。じゃあこれでもう一度、じゃあこっちの足上げてみましょう。せーの、はい、お、あ、全然違いますね、こっち側。あ、上がります。上がります。上がります。はい、あ、全然違う、ね、あ、全然上がります。全然違う、すごい。でこれで一回立ってみましょうか。すごい。じゃあ体の後ろを倒してみましょうか。おお、これだけでもだいぶ変わりますよね。だいぶ見ますね。はい、重心チェックしましょう。はい、体の足を手を振って、ね、はい、いきますよ。緊張やわ。いきますよ。はい、せーの。全然いける。ちょっとなんかブルーハーツみたいな動きに。河本ひろとみたいな。いきます。はい、せーの。ね、おお、耐えます。
そう、立って後頭関節だけでこれだけ体が変わってきますんで、はい、座りましょうか。ただまだ左足に比べて右足の力が弱いんで、はい、そのあたりのちょっと調整をからしていきますんで、ね、松尾田道中失礼します。そっちもちょっと股関節が今度外に逃げていきますよね。はい、右のレースがあって、昔盲腸されたこととかはありますか？去年、うん、盲腸なったんですよ。あ、で遅くないですか？点滴で点滴しました。散らしたんですね、はい、だから切ったりしなくても、はい、炎症が起きた時点で癒着って絶対起きるんですよ、はい、でこの盲腸の癒着がちょっとあるんで、それで首が今引っ張られてる感じなんですね。うん、で首の動きが悪くなる。そんなもん分かるんですね。そうです。へー、はい、すごい、すごいですね。人間 X 線ですね。人間 X 線で X ライダーで、実際盲腸のあたり触るとここら辺にちょっと硬さっていうか癒着が起きてるんで、まずここの癒着をさっき取ります。剥がせるんですか？絶対痛いですよ、ね、全然そんな準備してないですけど。いやでしょうね、絶対痛いいや痛いでしょうね。いや、うん、深呼吸しましょう。吸って吐きます。と痛いですね、それ。、うん、吸って吐きます。いや、顔先生これ痛いですね。めっちゃ塗り込んでますね。いや、すげえ。吐きます。どうされてるかわからんけど、すごい。大きくしまーす。いや、これ痛いでしょ。絶対痛いやろ。めっちゃ軽く回転。バッファローマン戦の時の坊主。いや、本当ですよ。めり込んだ感じなんですよ。ハリケーンミキサーでやられた時の坊主。あ、動きます。で、これ股関節の動き変わりますね。はい。うん、でこれでもう一度じゃあ左足上げてみてください。はい、グーッこっちですね。こっちをグーッと、これでだいぶ力入るようになったら分かります。今回ちょっと右足やってみてください。いきます。はい、あ、全然違う。これ最初の左よりだいぶ強いですね。そうですね。はい、でここに癒着があったことによって股関節の筋肉っていうのが動きが硬くなって使えなくなってたんで、右足に力が入ってなかったんですね。で今癒着を剥がしたことによって足に力が入るようになってるんで、なんて人だ。見えるんですね、ちゃんとね。すごいな。で、癒着によって骨盤が前にこう引っ張られてるんですよ。で、若干右の骨盤が AS してる状態ですね。前方に変異してるんで、その調整をしますね。最初会った時はさ、東の方に似とるとかいじりよったけど、もうそんなんじゃないもんね。こっち向きで、じゃあこの気をつけて。はい。ごとんだな、本当。すごいっすね、先生。松尾田道中記。痛かったですか、結構、もうちょい。盲腸はでもまだ初期の初期ですよ。ああ、そうですか、はい、自分で調べたらやっぱ痛いなと思ったんですよ。ちょっと骨盤が前傾してるんで後方に戻していきますね。で深呼吸しましょう。吸って吐きます。ふーよいしょ、 OK です。反対見てください。相当悪いですかね、はい、でしょうね。見た感じ相当悪いですよ。左側は後ろに倒れてるんで前側に調整していきます。深呼吸吸って吐きます。ふー、 OK ですね、うん、でもうこれでもう9割って方いいんですけども、はい、結局背骨ってコースみたいなものなので、はい、どこかで流れが悪くなってると全体的な流れっていうのが悪いですね、はい、今首と腰の流れっていうのを整えたんですけど、はい、ちょっと硬かった背中のところ、はい、そこでちょっと詰まりがあるんで、はい、背中に硬さ残ってると筋力の出力っていうのが 100% いかないので、最後背中の調整をします。こうですね。皆様がゆっくりと一緒に倒します。おお、硬い。硬いですね。硬いです。硬いですね。すごい硬いです。僕も今日も行きましたね、最後の、ね、で頭つけていただいて、うん、痛い。この試合は痛いですね。右手、左手、はい、で軽く顎引いてください。引きたくない。深呼吸吸って吐きます。ふぅ、よっしゃ、OK です。バッチリですね。
来ましたね、最後もう一回全部切り直したマンボウみたいなこれでもうバッチリ足の長さも揃っているので、はい、うん、で、こちら足上げましょう、せーの、はい、おお、すごい、はい、勢いが違う、これで 100% です、おお、すごい、素晴らしい、体の後ろに手を組んでもらっていきますよ、うーん、あ、おー、すごいすごいすごい、最初よりだいぶ背中の硬さが残ってたんで、はい、背中を緩めてあげることによって全体的にね反らせるようになってますんで、うん、はい、ありがとうございます、はい、まず引きたい方ですね、あ、バッチリですね、はい、こっちが肩めっちゃいいですね、バッチリですね、肩めっちゃいいですね、はい、お顔だけ左先向けてください、左向け、おお、いいですね、さっきより見ていってます、いってますよ、うん、うん、お、今右向いた時の痛み、いや、もうほとんどないですね、はい、はあ、うん、一番はやっぱその盲腸の癒着っていうのがあるので、その癒着によって首の筋肉が引っ張られてちょっと寝違いをしてしまったような状態なので、はい、うん、前屈、前屈、これは硬いだけじゃないですか本気の前屈を本気で本気で、もう一回本気ですか、これはめっちゃいってるな、いきましたね、いきましたね、一瞬つきましたね、あー、痛い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 、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、すごい、すごい、すごかったです。すごかったです。本当に、もう体かなり柔らかくなった、はい。びっくりしました、本当に。よかったです。ありがとうございます。ちょっと軽いですか、全体的に。そうですね、首の動きでももう、ずっと始まりから、こう、全体的に痛かったのが今ないですね。あ、本当ですか、ないです。すごい。ごったんだよ。ね、盲腸。盲腸、まさか。去年の盲腸がここで役立つとは思わなかった。役に動画という意味では役にやった、そうです、去年から本当にね、ずっと寝違えては治り、寝違えては繰り返してたんですよ、うん、はい、じゃあそれがやっぱ盲腸の癒着だった、そうですね、はい、あら、はい、ね、はあ、ありがとうございます、はい、あら、どうしてすごいすごいすげえな、びっくりした、結構いらっしゃるんで、あ、そうなんですね、はい、首の動きが悪かったり、はい、しょっちゅう寝違えしやすい方なんかは聞いていくと、過去に盲腸手術されたことあるとか、いらっしゃるんで、はい、初めて、いや、だからだよ、どこ行っても治らない方いらっしゃったりしますもんね、そうですね、そういう方が多いです、ね、いや、はい、ぜひ来てください、あのね、はい、これマジで遠くからでも通う価値ありですよ、マジですごいっすね、顎だけじゃないんだよ、すごいですね盲腸も顎でギャーギャー言ってるだけじゃないのすごいな、いや、びっくりしました、はい、いや、ほんとすごいですね、道中期見たと言って来ていただければ、お互い半額で上させていただきますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。説明欄に全部貼っておきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、昔柔道されていた時に、やっぱりこう転倒とか肩のってそういう時に、こう関節後頭関節こう首の付け根のところが出てるってことなんで、はい、それがそのまま残ってたりすると、後々こういろんな問題になって。その辺を調整してあげるといいかなと思います、はい、はい。